Um, it's very hard for me to touch upon the origin of Sumitomo in short terms, but uh, the Sumitomo is a family name and we have a 17th generation Mr. Sumitomo today. And we have a very strong commitment uh, with the Sumitomo family uh, of a business spirit. Then the Sumitomo started the business, back in uh, before edo or samurai period, then the, they started the business copper mining, and uh, the, it continues uh, for more than 430 years. and after meiji restoration, uh, japan, the country japan, started modernization of the country itself, and part of which sumitomo played a very important role by copper mining operation. Introducing the high technology from overseas, we modernized the copper mining itself, uh, enlarging the operation of the copper mining. Then uh, we expanded the business, uh, not only mining itself, but uh, smeltering, and we get the sulfur and we started the chemical uh, industries and we run the uh, financial sectors. 兵頭正幸日本の実業家住友商事代表取締役社長執行役員兼 CEO。 1959年6月26日、愛媛県生まれ。1984年京都大学大学院工学研究科修士課程終了後、住友商事入社。インドネシア住友商事社長、執行役員、常務執行役員、専務執行役員等を経て、2018年から代表取締役社長執行役員兼 CEO。1984年4月入社。 2005年4月、単純者 t v プロジェクト部長、電力プラント EPC 第一部長、電力社会インフラ事業本部副本部長、単純者 t v プロジェクト部長、電力プラント EPC 第一部長理事、アジア総支配人補佐、インドネシア住友商事会社社長兼スラバヤ支店長を経て、2012年4月執行役員電力インフラ事業本部長、 2014年4月執行役員経営企画部長。2015年4月常務執行役員経営企画部長。2016年4月常務執行役員環境、インフラ事業部門長。6月代表取締役常務執行役員環境、インフラ事業部門長。2017年4月代表取締役専務執行役員環境、インフラ事業部門長。 6月専務執行役員環境、インフラ事業部門長。2018年4月社長執行役員 CEO。6月代表取締役社長執行役員 CEO、現職。住友商事の遠隔。住友商事の原点。17世紀。住友の歴史は初代住友正友が京都に書林と役法を開設したことに始まる。 声優は商人の心得を説いた、文樹院師書、文樹院師書きを残し、その教えは、信用、確実、受き利を負わず、という、住友の事業精神のルーツとして現在も住友グループで継承、堅持されている。住友の事業は養子の二代ともい、ともち、から同性連業となるが、ともいのジップが16世紀に開発した銀道分離の精錬技術、南蛮武器、が起源である。 友井は初代正友の事業精神と実家の事業を継承し、その後の住友は銅山業とその関連事業を中心に発展した。現在、住友グループは、自リリタ講師一行、自リリタ講師一行、企画の延大性、という社会貢献新種会易の精神も伴い、金融、保険、製造、不動産業などの多岐分野で日本を代表する企業グループとなり、当社はその一角をなす。住友の歴史から、 住友商事のルーツと商事部門への進出。住友商事のルーツは、1919年12月に設立された大阪北港株式会社。大阪北港地帯の造成と隣接地域の開発などを行い、不動産経営にあたる。1944年、株式会社住友ビルディングを合併して、住友土地公務株式会社と解称。 1945年11月、日本建設産業株式会社と解消し、新たに商事部門への進出を図り、従来関係のあった住友グループ各社の製品をはじめ、各業界の大手生産会社の製品の取扱いに従事することとなった。以後、事業活動の重点を商事部門に置き、取扱品目ならびに取引分野の拡大に努める。1949年、 東京、大阪、名古屋の各証券取引所に株式を上場。創世紀経営基盤の確立、1950年代。創世紀の最重点課題は経営基盤の確立だった。当時社長であった東寺俊也、東寺俊也、後の住友商事初代社長は、 常日頃から熱心な素人はく人とに勝ると素人集団の社員を激励するとともに余震管理制度の厳格運用など堅実経営を実践1950年ボンベイ・ゲンムンバイ2発の駐在員を派遣1952年にはニューヨークに米国法人を設立して海外進出への布石を打った1952年住友商事株式会社と解消 1955年、福岡証券取引所に株式を上場。業用拡大への体制整備、1960年代。ビッグ3のスローガンの下、同業種内で売上高三位への方針を打ち出すとともに、一人当たり売上高増大も目指す。1962年、大阪、東京の各営業部門を一体化して商品本部制を導入し、 鉄鋼、非鉄金属、電気、機械、農水産、化成品、繊維、物資燃料、不動産の旧本部を設置。1967年、本部の枠を超えた中長期の取り組み推進を目的にプロジェクトチームを設置し、大型プロジェクト、資源開発、新産業分野への取り組みを促進。総合商社としての経営基盤確立。1970年代。1970年。 竹橋に新住友商事ビル竣工、大阪本社及び東京本社の日本社体制とした。同年、相互貿易株式会社を合併。1977年、ビッグ 3& ベスト1のスローガンを掲げ、経営分析資料に基づく総合評価でトップに、社会的評価で優位に立つことを目指す。1970年代半ばには、海外拠点数は100を超える。 1978年、英文社名住友商事会社、LTD を住友コーポレーションに改称1979年、営業部門制を導入。鉄鋼、機電、非鉄家電、生活物資の4営業部門を設置し、文献化を促進。また、創立60周年を記念し、オープンアイズオンオール、すべてに目を開こう、お新スローガンとし、 海外活動の強化や新聞や開拓といった施策などを推進。総合事業会社構想、1980年代、1988年、総合事業会社構想、を打ち出し、従来の商事活動に事業活動を加えた日本柱の収益構造の構築を目指す。また、新スローガンとして、未来を今に今を未来に、Seeing Tomorrow、イノベーティングトゥデーを採用。 1989年度決算で単独決算と同時に連結決算を発表。グローバル連結経営の進化経営理念の制定、1990年代。1991年、総合事業会社構想実現に向け、中期事業計画、戦略95を策定。1994年、 グローバルマインド、グローバルリーチのキーワードを掲げ、グローバル化に対応した新たな収益構造の構築を推進。1996年に発覚した同時金不正取引事件を教訓として、再発防止に向けた社内管理体制を整備。1998年、経営理念、行動指針を新たに制定したほか、新たな経営指標、リスクリターンを導入。 改革パッケージの実行から新たな成長ステージへ2000年代1999年の改革パッケージ以降2年ごとに中期経営計画を策定実行し事業選別収益性向上による体質強化とともに有料資産の積み増しによる収益基盤の強化などに取り組む2001年本社を東京都中央区春見に移転2003年 住友商事コーーポレートガバナンス原則を制定創立100周年と次の100年に向けて2010年代2013年グローバルベースでの収益力強化につなげるため海外広域運営体制をスタートした2017年当社の成長と社会課題の解決を両立すべく社会と共に持続的に成長するための6つのマテリアリティ重要課題を特定 さらなる成長に向けた働き方改革に取り組むべく、2018年には千代田区大手町に本社を移転した。2019年、コーポレートメッセージ、エンリチングライブスザワールドを策定し、創立100周年を迎えた。サステナビリティ経営の高度化と次世代事業の創出、2020年代。2020年、 サステナビリティ経営の高度化の一環として、当社に関わりが深い6つの重要社会課題とそれに紐づく長期目標、翌年には中期目標を設定。2021年4月、従来の部門の枠組みを超えた新たな営業組織であるエネルギーイノベーション・イニシアチブを新設。 事業ポートフォリオや仕組みのシフトなどの構造改革に着手すべく、新中期経営計画、シフト2023を発表。